皆さんこんにちは、加藤彩奈です。今日はちーたんにもらった誕生日プレゼントを開封していきたいと思います。イエーイ。深いで、買い物してるところがちょっとだけ映ったんですけど、何買ったか映ってなかったよな。そうですね。なんで紹介していきたいと思います。まあ、簡単に言ったらキッチン用品っていうか、キッチン用品っていうの、キッチン用品だと思うんです。まあ、多分その、もう名前を見て何か分かった人いると思うんですよ。ああ確かに。でもこのブランドがいいとか知らんくて持ってないけ。今使っとるやつは、レミパンと、あと通販でなんかダイヤモンド加工されていますっていうセット売りのやつをチータンが買ってくれたんよ。まあ、それが4年ぐらい前だけど、4年間使い続けて、結構さ、やっぱ古くなってくるじゃん。だけ新しいのした。じゃあ1つ目、じゃん。これは服部先生の、もはや私食育インストラクターの資格を取ったのは服部先生の学校で取ったよ。そうなんですか。そうそう、服部先生のオンライン授業を受けて試験受けた。だからうわ、服部先生の鍋じゃんと思って、これは欲しかったよ。じゃん、綺麗だろ。スルピカですね、このフォルム。フォルム綺麗じゃろ。これチータンもな、お気に入っとって。あ、言ってましたね。そう、自分が一人でさ、ラーメン作りたい時に使えるじゃんっていうのもあるし、一人前で何か作るときとか、これ便利じゃない？味噌汁とか。だってなんか茶さんも鍋すげえ見てましたもんね。うん、お店で。そうそう、最近チータもさ、うちの YouTube 撮ってくれるようになってさ、なんかちょっと、まあ、前よりかは料理に興味が出てきたよ。しかもレシピも。あ、嬉しいですね。レシピもついとる。お、しかもめっちゃ美味しそう。こういうの作っていこう。一つ目は服部先生の一人用前用の鍋でした。じゃあ2つ目、じゃん、バーミキュラのフライパンです。いや、これはな、買おうと思ってなかったよ。全然買ってもらおうと思ってなかったんだけど、深井のプロデューサーさんが、うわ、広島にはあるじゃんみたいな興奮しとったじゃん。知ってましたね。東京では手に入らんらしい、人気すぎて。めっちゃいい。 こっちにも本が入ってる。すごい、フライングパンって書いてますね。フライングパン。しかもさ、もう目玉焼きがもうインスタ映えじゃない。うん、めっちゃ美味しそう。で、このバーミキュラの鍋何がいいんですかって、その深井さんのプロデューサーさんに聞いたら、なんかさ、な、外がサクサクカリカリ、中ふんわりするし、お肉焼いてもすっごい中に水分を閉じ込めるけ、めっちゃ美味しいんだって。出ましたね。で、ホットケーキを焼いても均等に火が通るらしい。だけどめちゃくちゃいいですよ。絶対これ、絶対これ買った方がいいですよって言われて、買った、初バーミキュラのフライパン。めっちゃすごくない？おしゃれですね。おしゃれだろ。これで野菜炒め作ったらやばいらしいよ。え、どうやればいいんですか？シャキシャキだって。あー、確かに家で作るやつってちょっとベチャっとしちゃいますね。そう、なんかベチャっとするじゃん。でもこれだったら、そのベチャベチャ感が出ずに、もうシャキシャキで均等に火が 通ってお店の味になるって。なんか最高。シンプルなのにめちゃくちゃおしゃれですね。山田くんも家で料理するけどさ、ちょっといいじゃん。いいっすね。欲しくなるだろ。これ欲しいって言ったよな。私も欲しいって言ってました。でもすごいわ。いいじゃないですか。ありがとうチーターン。いや、本当に。で、3つ目、これはずっと欲しかった、じゃーん、バーミキュラのすき焼き鍋です。すき焼きっていうシリーズの鍋。何色にしたと思いますか、皆さん。だいたいバーミキュラって言ったら赤じゃんって感じじゃん。赤、白、黒、紺。黒、紺。あ、グリーン可愛いって言うんだよな、青野くんな。グリーンめっちゃ可愛かったですね。何色か、白ですか？違います。じゃ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 ん、ピンク。可愛いじゃろ。
あ、でもあやさん好きですもんね、ピンク。ピンク大好き。可愛くない？ピンク。ピンク。なんかそのお鍋とフライパン横にあったらなんかいいですね。なんかいいだろう。プロっぽいだろう。うわ、でも重っ。初めてだっけさ。無水鍋初ですか？え、無水鍋初。え、こんなに重いんじゃな。はい。めちゃくちゃいいですよ、無水鍋。でもカレーとかも水なしで全部できるし、角煮とかもさ、水分なしでできるとか書いてあったよ。そうそうそう、本当に。え、本当に無水鍋で作るカレー、めちゃくちゃ美味しいですよ。これ、IH だっても後ろ真っ黒になったりせんのか？わからんけど。するんじゃないですか、それは。若干？若干は。まあ、火よりはなんないけど。いや、でもピンクでよかった。いや、グリーンと悩んだんよ。やっぱテンション上がる、毎日使うけ、テンション上がるもの。ねえ、でもここさ、こうやって持ったらやっぱ暑いんだって、ここめっちゃ。ってことでチータンが気を使ってくれて、バーミキュラの鍋つかみ。でもこれピンク欲しかったんだけど、ピンクがないらしいよ、もともと。鍋つかみピンクって癖強すぎません？でもな、全然違うもん。普通の鍋つかみより生地が厚いし、全然熱伝わらんだろうなって感じ。使いやすい。しかもでも鍋つかみ薄いとなんか熱かったりしますもんね、ずっと持ってると。しかも手に全部入れるやつってさ、めんどくさいけどこれだけじゃん。確かに。こういうのはやっぱ使いやすいよね、一番。最高のこの4点を買ってくれました。イエーイ。いいじゃろ。でも無水料理とか、まあ、フライパンのものですけど、なんか YouTube でも紹介できるものが触りそうですね。そうよな。でも無水鍋なくても無水料理みんな真似できるんかな。わからんけど、わからんけど。でもあれじゃない、圧力鍋とかもさ、あ、まあ、無水 で、ね、圧力鍋だったら持ってる人多いか、うん、でも無水でさ、うん、もうトマトの水分からカレー作るとかさ、絶対美味しそうじゃない。絶対美味しいですよ。本当に美味しいですよ。え、そのこと言ったら、うちんちのカレーめっちゃ美味しいよ。めっちゃ、全然こだわってない、こだわってるってわけじゃないけど、隠し味が。言っちゃうんすか？言わんけど。言わないんかい。言わんけど、4つぐらいあるよ、うん。あ、こんなん入れるんっていう感じ。だけど、もう簡単に家にあるものをチュチュッと入れるだけで、めっちゃ深み出る。しかもうちのカレーは多分10分、15分ぐらいできるんや。早いですね。普通はめっちゃ煮込まんとさ、深み出んじゃん。うん、うちんち2個まんくても深み出る、その隠し味で。へえ。でもそれもこれでやったらめっちゃよりパワーアップしそうですね。うん、レベルアップしそう。普通の鍋でもそうだった。へえ。今度紹介しよう。これはもう一生大事に、これがな、このここがなくなったとしてもこうやって使うんですかって。いやいやいや、どんな使い方。ここがもう溶けてもキャンプで使う、このこれだけ平らだけになって。鉄どうやって溶けるんですか。っていうぐらい大事にしていこうと思うんで、うちのさ、YouTube 登録してくれたよ。え、ちょさんですか？うん。え、すごいじゃないですか。逆に1年間なんでしなかったって話なんだけど。最近そのさ、iPhone でさ、いろいろ YouTube 見始めて、まあ、YouTube って私の YouTube か格闘技とかしか見てないんだけど、いいねしてくれた。優しい。そう。で、登録してくれたんです。見てくれとると、こっそり。チータありがとう、大好き、 I love you。 今ハマっとるよ、 I love you が。え、知ってますよ。今日もいい感じですもんね、人二人。まあ、チータな、はい、仕事行く前怖かったよな。でも本当に最近本当にチータのためにもっともっと健康的な食事を気をつけようと思った。最近人間ドックしたんだけど、この間でもまあ健康な値はめちゃめちゃ良かったんだけど、やっぱりこの独身時代の何十年もの間が不摂生すぎて、やっぱそこをこの10年でもうそこまで全部改善しきれてないんだって。で、数値がまあよく戻ってきたけど、本当にこれからもっとこれを何ちゃんと続けて健康的でおらんといけんって話になって、先生と、うんうん、いやもうちゃんと料理ももっと、たまにさ、すごい不摂生するじゃん、チータ。そうっすね。うちが寝た後とか、うちが寝た後とかにすっげー大量にお菓子とか散らかってしょったじゃん。ああ、言ってましたね、うん。けどちゃんと、なんかできれば、そういうおやつとかも作ってあげようかなと思った。体にいいおやつとか。
菓子が好きだけどさ、1個2個ならいいけどさ、30袋ぐらい食べるひどい時。健康の食事をこれからも、まあそんな大した料理はできんけど、自分なりの健康的な家庭料理を紹介していきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。ではまた来週、バイバーイ。